現在、列強とみなされる国々国連アンポリ、常任理事国である列強、アメリカ合衆国、中国、イギリス、フランス、ロシア連邦国連アンポリ、常任理事国ではない列強、日本、ドイツ列強とは、世界規模の影響力を持つ複数の国を指す、用語である。列強は、政治的、経済的、外交的、軍事的、文化的な力を持ち、 しばしば他の小国の行動に影響を与える。国際関係の理論では、列強の位置づけはその力を発揮できる能力、領土などの空間、国際的な地位などの面から特徴を付けられる。いくつかの国が広く、列強と呼ばれているが、その明確な定義は存在せず、ウィーン会議やパリ講和会議などの国際会議や、国際連合安全保障理事会などの、 国際組織によって公式に認められる。列強の用語は、ナポレオン・ボナパルト語のヨーロッパで最も重要な諸国を表すために最初に使用された。以後国際的な勢力均衡は何回も入れ替わり、特に第一次世界大戦と第二次世界大戦により大幅に入れ替わった。なお、日本語では、列強は、通常、複数の大国、または強国を指して使われており、 ここの国は単に大国や強国などと呼ばれる。列強は、第二次世界大戦までの世界情勢を表す、際により使われる傾向があり、第二次世界大戦後の世界情勢については、主要国などの用語が用いられる傾向がある。主に超大国とみなされる国、主に大国とみなされる、国、主に地域大国とみなされる国、主に、中級国家とみなされる国、19世紀初頭に、 ナポレオン戦争後のウィーン体制下における五国同盟によって列強の概念が強く意識されるようになった。このうちプロイセンはオーストリアを除くドイツ連邦諸国を事実上吸収してドイツ帝国となり、敗れてドイツから除外されたオーストリアは支配地ハンガリーの自治権を認めてオーストリアハンガリー帝国となった。統一されたドイツは 世界一の経済大国となるが、その後南北戦争を終えて、国力を急収させたアメリカ合衆国がこれにとって変わった。伝統的に大新帝国は東アジアにおいて覇権を握っており、中華思想に基づいて中国歴代王朝の皇帝が天下を支配し、作法体制の下で東アジアの国際秩序を維持するものと考えていた。20世紀初頭に、 日露戦争終結後から第一次世界大戦の間、頃までに大日本帝国とイタリア王国が列強とみなされるようになる。まもなく1914年の第一次世界大戦の戦後処理によって、オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊し列強から脱落した。しかし、ドイツとソビエト連邦は国内の混乱によりその国力が低下したものの、列強の地位を保った。 第二次世界大戦終結後は国際連合安全保障理事会常任理事国である5大国と日本、ドイツの7カ国を指すことが多い。日本とドイツは第二次世界大戦の敗戦によって列強の地位から一度は脱落したものの後に経済大国として大きな影響力を持つようになったため列強の地位を再び得ている。 将来の超大国候補とされ成長著しいインドや第二次世界大戦の敗戦国でありながら、日本、ドイツと同様に、経済大国、文化大国としての地位を回復し、G7 に参加するイタリア、ブリックスの一角に数えられ、常任理事国入りを目指すブラジルなどを含める場合も、ある。ちなみに、国際連合安全保障理事会常任理事国である、アメリカ合衆国、 イギリス、フランス、ロシア、連邦、中華人民共和国の5カ国は NPT に基づく核保有国である。またスポーツなど特定の分野における競合国を比喩的に列強と呼ぶこともある。イタリア、インド、ブラジルを加えた最も広い意味での列強21世紀の現代において世界の GDP と軍事費の総合計はその半分以上がアメリカ合衆国。 イギリス、フランス、ロシア、連邦、中華人民共和国、日本、ドイツら7大国によって占められている。現在の大国間の相関図列挙とみなされる、国々は論客によって異なることがあるものの、アメリカの国家情報会議や、戦略国際問題研究所、イギリスの国際戦略研究所、スウェーデンのストックホルム国際平和研究所、インドの防衛研究協会、 元日本国外務省所管の日本国際問題研究所、日本国防衛省所管の防衛研究所などは、アメリカ合衆国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、フランス共和国、ロシア連邦、中華人民共和国、日本国、ドイツ連邦共和国の7カ国を列強と、おおよそ位置づけている。地域統合の動きやインドの成長などを考慮して、21世紀半ばには、 インドが加わり、ヨーロッパ諸国はヨーロッパ連合として列強になるとする予想がある。なお2020年にヨーロッパ連合から離脱したイギリスも列強の立場を維持していると予想されている。ありがとうございます。